エアンフリーとギュンターフライヒーアフォン・フューナフェルト、大西洋無着陸逆横断飛行に成功した、ブレーメン号、ギュンターフォン・ヒューネフェルトは、ドイツのパイロットである。ヘルマン・ケール、ジェームス・フィッツ・モーリスとヨーロッパからカナダまでの東から、西への方向の大西洋横断飛行に、初めて成功した。東プロイセンのケーニヒスベルクに生まれた。左目は見えず、右目も、近眼で。 病弱な少年時代を送った。ベルリン大学で学び始めた頃、ベルリン、ヨハニスタール飛行場で、ドイツの航空パイオニアたちと付き合うようになった。第一次世界大戦が始まると、空軍に志願するが、健康の面で拒絶され、オートバイ乗りとして志願し、1914年9月に、フランドルで負傷し、軍務に着くことができなくなった。ドイツの外交団に加わり、ソフィアや、 コンスタンティノープルやオランダで働いた。1927年に、リンドバーグが無着陸大西洋横断飛行に成功するが、ヨーロッパからアメリカへの大西洋横断飛行は、向かい風にこうすることになるのでより困難であると考えられていた。ヒューネフェルトは1927年に、ユンカース W33 を購入し、ブレーメン号と命名した。フーゴ・ユンカースが機体をサポートし、 第一次世界大戦のパイロットで、ルフトハンザ航空の夜間飛行部門を率いるヘルマン・ケールがプロジェクトに加わった。試験飛行の後、1928年4月、アイルランドのボールドネルに向けて出発した。ボールドネル飛行場の空軍司令のアイルランド人のジェームズ・フィッツ・モーリスが加わり、1928年4月12日、ブレーメン号は、 ボールドネル飛行場を出発し、カナダのグリーンリー島に着陸した。目標のニューヨークまで飛行することはできなかったが、最初の大西洋無着陸逆横断飛行に成功した。1929年にヒューネフェルトは胃がんで死亡し、ベルリンのシュテグリッツ墓地に埋葬された。ありがとうございます。